はい、こんにちは、レトスノーです。今回は印紙税の2回目、課税標準について解説いたします。印紙税の課税標準は、文書の記載金額、課税文書の記載金額、これが課税標準となってきます。で、実際印紙税で問われる部分、この記載金額がいくらかっていうところ、すごく問われやすいです。なので、今回お伝えする内容はもう覚えていただく感じなので、もう何度か動画見ていただいて、ぜひ覚えていってください。で、まず大きな枠組みとして、こっちの左ですね。左側が1号文書と呼ばれるものです。で、請負契約書、これが2号文書です。ここまず押さえておきましょう。で、なんで1号、なんで2号とかって別にそれは考えなくてもいいです。これが1号で、請負契約書だけ2号なんだと。まあ、それ以外が1号なんだって考えていただいて大丈夫です。請負契約書は2号。で、その他の契約書は1号文書なんだというふうに考えていただいて大丈夫です。まあ、宅建レベルではそれぐらいでいいということですね。で、まず1号文書の不動産の売買契約書。これは売買代金が記載金額になってきます。例えば、3000万円の土地を売却しましたっていう売買契約書。これは記載金額は3000万円ですね。売買代金は3000万なので、3000万円が記載金額となってきますよって話です。で、不動産の交換契約書。これなんですけれども、2つに分けることができます。例えば、1000万円の土地と1500万円の土地がありました。これの交換契約と仮定した場合に、双方の金額が記載されている。1000万円と1500万円。2つとも記載されているというのであれば、高い方、1500万円が、その契約書、交換契約書の記載金額になります。で、一方で、差額ですね。つまり1000万と1500万って書いてなくて、差額は500万円ですよ。差金っていう言い方もするんですけども、差金が500万円としか書いてない場合は、その差額、差金、これが記載金額となります。で、不動産の贈与契約書。贈与契約っていうのは無料でプレゼントするって話ですよね。この場合、記載金額はないものとして、この場合はもう200円の印紙税が課されます。これはもう決まっているんですね。記載金額がないイコール200円の印紙税。もうこれはそのまま覚えておきましょう。不動産の贈与契約書については記載金額がない文書として扱い、200円の印紙税が課されるんだなって覚えておいてください。で、土地の賃貸借契約書とか地上権の設定契約書。これについては後日返還されないお金。例えば権利金とかですね。これが記載金額に当たります。保証金って後で返しますよね。これについては記載金額ではありません。また、毎月支払う地代、土地の賃料ですね。これも記載金額には含まれませんので、この点は注意しておきましょう。で、請負契約書、2号文書である請負契約書については、工事費用、まあ、請負代金ですね。これが記載金額になります。例えば建物を建築する、この建築費用が1000万円でした、工事費用1000万円でしたって言った場合、1000万円が記載金額になりますよって話ですね。で、続いて、1号文書と2号文書、これが1通の文書としてまとまっている場合、つまり不動産の売買代金が1000万円、で、工事費用は1500万円みたいな感じで書いてあった。といった場合、この場合は金額の高い方、つまり1500万円が記載金額になるよって話ですね。1号文書と2号文書、これが1つの文書にまとめられていたといった場合は、高い方の金額が記載金額になりますよ。で、一方で、同一号で複数のものが1つの文書に記載されている。例えば、不動産の売買契約書に、公土地と乙土地があって、公土地1000万円、乙土地1500万円。これ、どちらも売却しますよっていう売買契約書。この場合、1号文書、2つとも1号ですよね。この場合は合計金額。これが記載金額になります。つまり1000万と1500万、合計2500万円が記載金額になりますよって話ですね。で、続いて、変更契約書。この変更契約書っていうのは、金額を変えるっていったイメージで考えてください。
増額する場合、例えば1000万円の売買代金だったものを1200万円に変更しますよって言った場合、この場合増額しているので増加額200万円分ですね、200万円が記載金額になりますよって話です。一方で減額、1000万円の売買契約を800万円に変更しますよっていう変更契約、これは記載金額がない文書として扱い、これも同様200円の印紙税がかかりますよっていう話です。まあ、今回すべて重要です。この部分ですね、記載金額がない部分だけ税額200円ってお話ししました。で、その他については税額について触れてないんですね。で、これについては覚えなくても大丈夫です。税額について聞かれることはもうおそらくないので、ここについては記載金額が重要なんですよ。ただこの記載金額がない部分だけは200円の印紙税が課されるっていうのは、ここは覚えておいていただければと思います。